ソフトバンク育成9位の大表代、岡田光一郎投手、22、が6日、稲見ホマ誉スカウトから指名挨拶を受けた。1メートル87の長身から投げ下ろす151キロ直球とマウンド度胸が魅力の右腕は、王貞治会長、84と国母博監督、53のサインボールを手に、ソフトバンクは育成で指名されても、 頑張れば支配下で活躍できる環境にあると千賀高大投手、31イコールゲーム LB メッツや石川修太投手、32らが気づいてきた道を進む覚悟を話した。阪神1位の伊原良人投手、24は智弁学園大正代の2年先輩にあたる。高校でも大学の時もよくしてもらって。僕は右投げで気球では違うんですけど、目標にしてきました。 と同じ年のドラフト指名になったことを喜んだ。井原さんは阪神1位で僕は育成。かなりの差があるなと思う。一日でも早く支配下登録されて、1軍で投げて、と夢を書いた。大正代では直球とメンタルを鍛え上げた。富山洋一監督から、常にまっすぐで行けって言われていた。試合でも、日頃のピッチング練習でも、 まっすぐだけで抑えられるような選手になりなさいと言われてと話す。高校時の最速は145キロだったが、4年間で6キロ速くなった。関西屈指の強豪大学で培った精神力も大きな武器だ。大正大のチームメイトの渡辺誠也外野手、22、が先に西部2位の指名挨拶を終えていた。もし一軍に行けたら対戦する機会もあると思う。 その時は抑えられるように、トプロの舞台でのチームメートとの対決を思い描いていた。